こんにちは、Gです。今回は Windows の日本語入力のお話。日本語入力は純正の Microsoft IME をそのまま使っている方が多いんじゃないでしょうか。小ネタではありますが、日本語入力についてご案内します。ところで、IME で最も重要なのは変換の賢さなんですが、今時の IME はどれも比較に意味がないほど高性能になりました。Microsoft IME の場合は、Bing の検索履歴が辞書に反映されるそうです。それで流行語や固有名詞などの変換に強くなるという仕掛けです。ただ、私もともと Mac 使いなので、半角全角キーでの言語切り替えにはすごく違和感がありました。Windows 嫌いの理由の一つが半角全角キーです。今だと半角全角の違いを意識するのってコンマやピリオドなど記号類だけですよね。もう半角全角キーそのものが時代遅れじゃないですか。まあ109キーボードの規格自体見直しが必要なように思います。標準のマイクロソフト IME にもキーのカスタマイズ機能があります。画面のように設定、時刻と言語、言語と地域を選んで、日本語の3ドットアイコンから言語のオプション、Microsoft IME からキーボードオプションを選びます。さらにキーとタッチのカスタマイズを選ぶと、無変換キーと変換キーを IME のオンオフや切り替えに設定できます。キーテンプレートでは ATOC が選択できるんですが、でもこれ手間の割にできること少なすぎ。日本語入力をカスタマイズするには Google IME をインストールします。目的は Mac、Windows、Linux で変換キーを統一したいからです。私の場合、全 OS で Mac 方式の言語切り替えにしています。理由は Mac のキーボードには半角全角キーがないのと、フリップフロップ方式はミスを誘いやすいので。 Google IME の特徴を簡単にまとめてみました。 Google IME もGoogle 検索履歴が辞書に反映されます。Google IME は Windows 版、Mac 版があり、Linux 用にはオープンソース版が Mozq の名称で公開されています。郵便番号変換、日付変換が使え、変換候補に英単語が表記されるなど地味に便利です。最も大事なのがキーマッピングの自由度です。日本語・英語切り替えを任意のキーに割り当てできます。この機能を使って言語切り替えを統一するのが今回のテーマです。Google IME で検索して画面の URL を開いてダウンロード。ダウンロードフォルダー内の Google Japanese Input Setup を起動してインストールします。
設定を開いて時刻と言語を選んで入力をクリック。さらにキーボードの詳細設定のポップメニューから標準とする IME を選択します。タスクバー右下のキーボードレイアウトでも IME を切り替えできます。タスクバー右下の A またはAの右クリックで入力モード変更、辞書管理や単語登録、設定が行えます。ここでプロパティを選びます。キー設定の選択で Microsoft IME、ATOC、Kotoeriの3種類が用意されています。お好きなキー設定を選んでください。この事例ではQuotoeriを選んでいます。そしてすぐ右の編集をクリック。キー設定の一覧が表示されます。スクロールしながら半角全角キーの行を探します。要は半角全角キーを押した時の振る舞いはどのように設定されているのかチェックするわけです。確認すると画面のように4行ありました。任意のキーを半角全角キーと同じ振る舞いにするには入力キーだけを変えて同じ内容の4行を追加すればいいということです。実際にやってみましょう。今回はカタカナ・ひらがなキーと無変換キーを半角・全角キーと同じ挙動にしてみます。タスクバー右下の A またはAを右クリックしてプロパティを選択。キー設定の編集ボタンをクリック。編集ボタンクリックでエントリーを追加を選択。新しい行が追加されるのでクリックしてモードを直接入力に指定。入力キー部分をクリックしてキーバインディングウィンドウが表示されたらカタカナ・ひらがなキーをタイプして OK ボタン。コマンド部分をクリックしてポップメニューから IME を有効化を選択。以上で1行追加できました。同じ要領で今度はモードは変換中。キーは同じでコマンドは IME を無効化。続いてモードは入力文字なし。キーは同じでコマンドは IME を無効化。最後はモードは変換前入力中。キーは同じでコマンドは IME を無効化。以上でカタカナ・ひらがなキーの設定は終わりです。全く同じ手順で今度は無変換キーの設定を行います。エントリーを追加してモードは直接入力。キーは無変換キーとしてコマンドは IME を有効化。次のエントリーはモードは変換中。キーは同じでコマンドは IME を無効化。続いてモードは入力文字なし。キーは同じでコマンドは IME を無効化。さらにモードは変換前入力中。キーは同じでコマンドは
IME を無効化。適用ボタン、OK ボタンをクリックして完了です。カタカナ、ひらがなキーを押すたび、日本語、英語が切り替わっています。無変換キーも同様ですね。ご覧のように、カタカナ、ひらがなキー、無変換キーともに全角、半角キーと同じように機能しています。理屈はわかるけど、キー設定、めんどくさそう。そうですね。かなり面倒です。他の方法はないのかと考えて、キー設定の書き出しを試してみます。タスクバー右下の A またはAを右クリックしてプロパティを選びます。キー設定の編集ボタンをクリックして、編集ボタンからエクスポートを選択。保存先を指定して保存。ご覧のようにテキストで書き出されます。半角全角キーに関わるところは画面のように4行あります。各項目はタブ切りになっています。ということは、キーの部分だけ変更したものをペーストしてインポートすれば時短になるんじゃないか？その通りです。画面の8行をペーストしたキーマップファイルをインポートしてください。PC が複数台ある場合、このやり方は極めて便利です。Windows での IME の振る舞いは、同じキーを押す都度に日本語、英語が切り替わります。Mac の場合は、日本語入力にするカナキー、英語にする英数キーがあって、同じキーを繰り返し押しても、言語切り替えにはなりません。どちらがいいではなく、OS を問わず挙動を統一するのが一番いい。Mac と同じにカタカナ、ひらがなキーで日本語、無変換キーで英語に切り替えるように設定していきます。標準の状態に戻せば先の変更は破棄され、キー設定は琴襟に戻っています。画面は設定の様子ですが、追加するキー設定項目は画面の5行です。以上で振る舞いは半角全角キーと同じなんですが、ひらがなキーで日本語、無変換キーで英語入力になります。エクスポートしたキーマップファイルで変更するには、画面の5行を追記してインポートします。Linux では Google IME のオープンソース版である Mozq をインストールします。Mozq のキー設定はご覧のように Google IME と全く同じなので同様のキー設定が行えます。
次の動画はラズベリーパイのモズクの設定画面です。これも同じ設定内容であることがわかります。ご覧いただきありがとうございました。久しぶりに KFC に行きました。カウンター前にセルフ注文端末が設置されてて、ちょっと驚き。都会では普及してるんでしょうが、我が田舎では初お目見え。店員さんが簡単にレクチャー。注文を進めてるうちに、このオプションはどうすればいいんだ？様子を見て店員さんが来てくれたんだけど、みんなであれこれ。GUI がかなり悪いと感じたのと、店員さんがタッチしても無反応。タッチスクリーンが油分で鈍感になってるみたい。見てると他の人たちもあたふたしてる。これは新発想だ。行列ができるセルフ注文端末。ではまた次回。